私たちは歴史上最も素晴らしい真剣時代に生きています古の預言者たちが心待ちにし預言しおそらく絶望したであろう時代ですしかしあらゆる天の祝福は与えられているはもののサタンは相変わらず非常に活動的であり相反するメッセージで絶え間なく私たちを攻撃しています天使もろないは若き預言者ジョセフ・スミスに 彼の名が良くも悪くも世界中で語られると警告しました数ある予言の中でこれほど明らかに成就した予言はありません予言者ジョセフは自らの証のために命を犠牲にしました教会さらには救い主ご自身に対する攻撃は今日も止むことがありません救い主の実在と贖いの犠牲そして私たち全員に普遍的に適用されるその贖いの力は疑いをかけられ 意思が弱く無教養な人々の神話あるいは根拠のない希望として片付けられることがありますさらにこの末逸における福音の回復が真実であることも依然として疑いをかけられていますそのようなメッセージによる絶え間ない攻撃は混乱疑い悲観論をもたらし私たちの信じる基本的な真理や神への信仰将来への希望を攻撃します これは世界の現実かもしれませんがそれでも私たちはそれにどう対処するかを自分で選ぶことができます自分たちの神聖な教義や心情を疑いをかけられるときそれは最も個人的かつ親密な方法で神に近づく良い機会ですそれは選ぶ機会なのです今日の世界において私たちは様々な争いと試練に直面しますそこで私は一つの選択肢を提案します 平安とと守りが得られるる誰にででも当てははま選選択択肢ですその選択とは信仰です信仰は何の考え望みあるいは努力もなしに与えられる無料の贈り物ではありません天から落ちる梅雨のように与えられるものではないのです救い主は私のもとに来なさいまた門を叩けそうすれば与えられるであろうとおっしゃいました来るも叩くも 動作を表す言葉であり、選択です。そこで、信仰を選ぶように皆さんにお伝えします。疑いではなく、恐れではなく、未知のものや見えないものではなく、悲観論ではなく信仰を選んでください。モルモン書のアルマ3。2章に記されている。よく知,るさ知られ、よく知られた。信仰に関するアルマの考察は、私たちが確実に信仰を育み守るための。 一連の選択からなっていますアルマは私たちに選ぶように指示を与えていますその指示は選ぶことによって始まる動作の言葉からなっています次のような言葉が見られます目を覚ます尽くす試す働かせる望む育てるそしてアルマは私たちがそのような選択をし不信仰によってその種を捨てるようなことがなければ そそののの種は、あなた方の心の中でで膨らみ始めるだろううと説明しています。そうです。信仰とは選択であり追い求め育むものですしたがって私たちには自分自身の信仰に対して責任があります信仰が欠如していることに対してもそうです選択するのは皆さんなのです私には知らないことがたくさんあります 物質がどのように組織され私たちの住むこの美しい世界になったのかその詳しいことは分かりません。贖いの複雑な仕組み、救い主の犠牲がどのようにして悔い改めたすべての人を清めることができるのか、あるいは救い主がどのようにしてすべての人の苦しみを引き受けることができたのか、私には理解できていません。モルモン書に出てくるゼラヘムラがどこにあったのかも知りません。自分の信じていることが科学的にあるいはこの世的に 知識と相入れないことが時々ありますがそれがなぜなのかも分かりませんしかしすべてのことは知らなくても大切なことを知っています救いと昇栄をもたらす単純明白な福音の真理を知っているのです救い主が確かにすべての人の苦しみを受けられたことまた悔い改めたすべての人は罪から清められることを知っています知らないことあるいは完全には理解していないことについては 自分の信仰の力強い助けによって溝を埋め前進し福音の約束と祝福に預かっていますそのようにして私たちの信仰はアルマが教えているように完全な知識に到達するのです希望と望みだけを持って未知へと前進することは私たちの主への信仰と献身の証ですですからアルマの方法に従い選びましょう 信仰を選ぶのです混乱と絶望が心に重くのしかかっている場合は目を覚まし能力を尽くすことを選んでください打ち砕かれた心と悔いる霊を持ちへり下って主に近づいてくださいそれが真理へと続く道であり光と知識平安へと続く主の道なのです証しが未熟で試されたことがなく不安定である場合にはごくわずかな信仰でも働かせること 主主の言葉をを試すすこことを選んでください救いい救はこう説明しています神の御心を行おうと思うものであれば誰でも私の語っているこの教えが神からのものかそれとも私自身から出たものか分かるであろう。論理道理あるいは自らの知性が神聖な教えや教義と相いれない場合あるいは相反するメッセージが首都パウロが表現した火の矢のように自らの信仰を激しく攻撃してくる場合は 不信仰によって自分自分の心からその種を捨てないことを選んでください忘れないでください信仰が試されてからでなければ証しは得られないのです信仰が試され十分に成長しているのならばその信仰を大切に育むことを選んでください信仰は強くなればなるほどあらゆる矛盾したメッセージによる攻撃を受け非常に脆くなることもあります 信仰に絶えず養いを与えるために引き続き成分を研究し祈り救い主の言葉を実践してください。救い主が悪霊を追い出すのにの目の,目の当たりにした弟子たちが自分たちはどうして同じようにできなかったのかとイエスに尋ねたところイエスはこう答えられました「もし枯らし種一粒ほどの信仰があるならこの山に向かってここからあそこへ移れといえば移るであろう」「私は山が実際に移動するのを見,見たことはありません」 しかし信仰により疑いや絶望の山が移動し希望や楽観的な気持ちにとって変わるのを見たことがあります信仰により罪の山が悔い改めと許しにとって変わるのを見たこともありますまた信仰により苦しみの山が平安希望そして感謝にとって変わるのを見たことがありますそうです私は確かに数々の山が映るのを見たことがあるのです信仰により 私は自分の持っている真剣の力を有効にし、福音の素晴らしさを味わい、救いの儀式を受けたことがあります。信仰により、私は平安や確信を持って人生の苦闘や困難を克服しています。信仰により、私は疑問や疑いまでも、確信と理解に変えることができています。信仰により、 私は目に見えない不明な事柄に絶対的な確信を持って望むことができていますまた信仰により最も悪いと思われる時でさえ私は平安と感謝を感じ実際にはそれが最善の時だとわかるようになっています信仰を選び主に関わる事柄を完全に知るまで信仰を育む時に私たちは 明かししますあるいは知っていますという言葉を使うことができるようになります私は個人的に自分の心の中に種を植え完全に知るまでその種を育もうと努力してきましたそして今日私はこの説教団の前に立ちイエスがキリストであり世の贖い主であることを証ししますジョセフ・スミスが神の預言者でありこの地上に 完全で真実のイエス・キリストの福音を回復するために主に使われた生ける預言者であったことを証ししますトーマス・エス・モンソン大館長が今日の主の生ける預言者であることを証しします信仰の選びは皆さんにかかっていますどうぞ信仰を選んでくださいイエス・キリストの皆によりアーメン